そういや白夜叉、黒ウサギのミニスカート見えそうで見えねえってのはどういう了見だ。チラリズムなんて趣味が古すぎだぜ。ふん、恩師ほどの男が真の芸術を下せんとは。何？芸術とはすなわち未知なるものへの斧が想像力。それは乙女のスカートの中も同じこと。見えてしまえばただの下品な下着たちも、見えなければ芸術だ。見えなければ芸術か。今こそ共に確かめようぞ、この世に奇跡が起こる瞬間をな。白夜叉、あの見るな。